い、4月10日朝6時36分の相場解説になります。これは日足を見ているんですけども、この日足がですね、こういうふうになだらかに進んでるうちは良かったんですけども、ここまでね鋭く乱高下に入ってしまうとなかなかですね、どっちに向かうのか解説がしにくいところなんですよ。その中でも解説するとすれば、以前からちょっとね申し上げていました、どんどんこれね収束に向かってるんではないかなと、下の角度が若干鋭いんですけども、こういうふうに収束に向かってるんじゃないかなと思うんですよ。その後はやっぱりブレイクがね始まりますけども、上か下にこの辺を見ていかなければならないかなっていうことです。いずれにしても今週はエントリーするタイミングは全く見つからないんじゃないかなって言った通り、全く見つかりませんでした。で、今日もエントリーしません、これ分からないときはね、分からないでいいわけなんですよ。なんで分からないのかっていうことを分かっていく1週間にしようかと思ってます。で、これは懐かしい図ですよね、この辺に抵抗があって、下からねズバーンと突き抜けたときに上昇して上に行くのかなと思ったら、もう一回下に行ってですね、この辺りから下で取れていってまた戻ってきたというところでございます。で、新しいねゾーンがここに黄色いので書いてますけども、ここに抵抗がありますから、この抵抗をぐっと横に伸ばすわけなんですよ、ね、そうするとこのゾーンに絡んでいくように横ばいが始まったということです。で、今回これ突き抜けましたね。突き抜けたんですけども、このゾーンの多分ね、なんか絡んでいく上下で推移するのかなと思うんですよね。で、1時間の方を見てみますね、まあ、ちょっとね分かりにくいんで、今週はもうパパパッといきますよね。で、昨日ちょっとねお知らせしたのが、こうチャンネルラインがこういう風にあるわけなんですよ。で、まんまとそういう風になりましたね。ちょっとすみません、もう一回書きましょうか。この赤い線が引いてますけども、昨日引いたやつですけども、これがこのようになっていて、この中でですね、まあ、フラッグができてるわけなんですよ。ね、フラッグ分かりますよね。うん、フラッグがこうできていると。で、下から入ってきてフラッグですから、これはどこでか分かりませんけども、上の方に抜けるんじゃないかなと思ってます。上の方にね。で、フラッグっていうのはだからこういう形が多いんですよ。こうね。で、中でこういうふうにギザギザするみたいなのが多いんですよ。分かりますかね。だから下から入ったフラグっていうだけで、もうこういうふうに抜けていくことがすぐに頭に浮かばないといけないんですよ。で、その間のこれまあレンジ幅ですよ。斜めになってるけどレンジなんですよね、これね。はっきり言ってフラグっていうのは、まあですんで、今アリゲーターラインが下に3本広がってますけども、これが下に行くわけではないってことは、このヒゲも証明してるわけですよね。ちなみにここにもヒゲ出てますよね。ここにもヒゲが出てますね。まあこういうふうにこの下のチャンネルラインを割り込んでいかないってことが、こう何回もねここで示されているわけなんですよ。まあ、というふうに見ていくのが精一杯だったかな、今週はってとこです。さあ、ではですね、今日この上に抜けていくところがなければ、来週この上に抜けていくところで、エントリーとテイクプロフィットができるタイミングが来るはずです。来週を楽しみに。